シリアの危機、そして北朝鮮危機と連続して起こった急激にこの軍事的な緊張が高まった、まあ、高めてみせたということでもあるのかもしれませんけれども、この問題について、ちょっと腰を落ち着けて、これでいいんですか、日本の防衛の在り方とか抑止力っていいんですかということをですね、専門家中の専門家である元内閣官房副長官補、そして国際地政学研究所理事長である柳沢教授さんにお話を伺いたいと思います。ということで柳沢さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ご無沙汰しております。いや本当ですね。柳沢さん、いつもお元気で、活発なイメージもあるんですけど、お年はおいくつになってらっしゃるんですか？去年の10月でね、ちょうど、70になりました。はい、実質人生でもお孫さんいらっしゃって、おじいさんでいらっしゃいます、はい、僕も、孫がいるんですけれども、最近やはりじいさんの役割といいますか、現役世代では知らないことがあって、ちょっとやっぱりじいさんだからこそ知っている忠告って、言っとかなきゃならないことっていうのは、あるんじゃないかと、そんな話を実はこの放送これスタート前にね、ちょっと話をしてたんですけど、最近柳沢さんご自身そういう心境が少し変わられたっていうね、ことをちょっとおっしゃってた、どんなふうに変わったんですか？やっぱり、安倍政権ができて、安保法制込んで、その憲法解釈の見直しが進んでね、この間の4年間ぐらいの動きの中で、私もいろんなこう発言を続けて、そしてこういろんなその現役の頃は全然お付き合いのなかった人たちと、お付き合いするようになって、幅広くなりましたよね。で、もう弁護士会とか労働組合とかね、そういうあるいは球場の会とかいう方々と交流が始まって、で、去年の参議院選挙があって、正直、なかなかね勝つのは難しいタイミングだったけれども、正直多少期待感を持ってたことは間違いないんですが、3分の2だけは阻止しないとねみたいなことがね、どうしてもありました。ただやっぱりね、これはなかなか勝つってのは簡単じゃないねってことですね。そうするともうそこにそういうなんていうか、最終的には政治の力関係にを変えていかないとどうしようもないんだが、そこを直接狙ってもね、なかなかうまく思うようにいくもんじゃないわけですね。で、相手だってそれはそうならないようにね、一生懸命やってるわけですね。全力を挙げてるわけだから、いやそれはもう例えば、ごめんなさい、前向きで、雑談が長くなっちゃうんだけど、最近よくこう野党の政治家なんかと話しててもね、安倍さんってすごいもうなんていうか使命感と熱意で動いてるんですよ。そのトランプさんとこ行って、アメリカに行ってね、帰ってきてすぐ予算委員会をやったりとかね、おそらく人はね、もう自分が死んでもいいぐらいの覚悟でおやりになってると思いますよ。それはね、私は方向性が違うから採点はダメだと僕は言ってるんだが、しかし一生懸命さというのかね、あれだけ人生をかけるその姿勢が野党の方にあるんですかとこう問うわけですね。それがなきゃ勝てるわけないだろうということですよね。で、そういうことをもういろんな、状況を考えるとね、ここで、私も残り少ない人生でそういうところにばっかりね、勝った負けたにこだわって一喜一憂してたらもう身が持たないしね、むしろ必ずそのこういう間違った方向性は必ずどっかで修正されるっていうね、もう長期的な楽観主義、そして短期的にはなかなか勝てないよねという短期的な悲観主義とね、そういうふうにこう自分で割り切ってしまうと、少なくとも精神衛生上は非常にいいんですよ、ね。なるほど。でもその柳沢さんの言う長期的な楽観主義、いずれは修正されると、だって安倍総理に向かっている方向性は本当にもう軍事的な合理性、専門家中の専門家ですから軍事的な合理性もなく、かなりある程度無茶な話を言っていて、勝てる戦も勝てなくなるような
やり方をしている。それはいつか修正されるだろうというのは、そのいつかはですね、もしかすると大敗戦を喫してですね、うん、戦争をやらかして大バカやらな戦争をやって、うん、もうこっぴどく負けて、それで修正せざるを得なくなったね、ほれ見たことかっていうところまで含んでるんじゃないですか。うん、まあはい、まさにその長期的な楽観主義ですから、必ず、まあ、今のような政策は必ず無理があってどっかでね、破綻するという、もうすでに客観的に破綻している部分も相当あるんですが、してますよ、ね、それがその世の中の政治に反映されて社会が変わっていくというのは、逆に今社会が逆の方向で変わっているから今の政権が持っている部分があるのでね、このなんていうのか、この感性というか惰性というかね、これはやっぱり一定の期間を経ていかないと、多分その揺り戻しの局面には入らないのかなという気はするんです、うん、ただその間だから何もしなくていいやってわけにいかないんだけれども、しかしそして必ず矛盾は、どっかでその表面化して、なんていうか中庸の姿に戻っていくだろうと思ってるんだが、その戻り方の道筋は正直言ってわからないですね、どうなるか、それでおっしゃるように本当に割り切って言えばね、まあ、例えば日本はこのまま戦争になるのかもしれないという、心配もあるわけですが、ただそれってね、70過ぎた俺が心配することかと、そうじゃなくてそのこれからの日本を背負っていく人たちがね、心配しなきゃいけないことなんで、30、40、20、そういう人たちが、だからそうだとするとね、心配しなきゃいけない、自分としてはそうどういう考え方があるんだよっていうことを、残し続けていくということが自分の、今役割としてね、今度は改めてそちらの方に重点を置かなければいけないのかなと、ね、生きてる間のその政治状況を転換するための自分も歯車になってギシギシやっていく、そこに生きがいを見つけていくのかね、ただそれはもう正直私も体力も精神力も続かないんですね、やはりそれはそうじゃなくて、むしろそこを担うのは別の世代の人たちなんだろうかなっていう感じがしてね、その現役世代に向かって、でその現役世代、その下の、その現役世代のその下を今度現役世代が導こうとしているわけ、そういう時に転ばぬ先の杖じゃないけど、それはもう言ったら間違いの道だよと、いうことを言い続けて、それで考えてくれと、そうですね、やっぱりそれで本人が間違って痛い目に遭うのはもうしょうがないのでね、これはということになる、人生の問題もそうですし、本当にそれでもしかすると、しかし国をぶれて産後もなく放射能だらけみたいなね、もう本当に究極の痛い思いまでしなきゃいけないのかもしれない。でも安倍政権およびその応援団っていうのはたくさんいるわけですけど、日本会議でもね、ネトウヨでもね、在特会でも、まあその国をぶれて保障のだらけっていうような惨状については何の想像力も働かさない、それから島をめぐる争いもね、いやいや現代戦は空戦だからっていうことも全く巡らせないし、核についても全く考えない、本当にちょっと前置きの話がなくなっちゃって、これから後で展開しますけどね、僕らなんかは冷戦の世代だったんで、冷戦が前提で核の熱戦が起きうると一瞬にして、そして、敵味方もなく全人類が破滅すると、ベースを打ち合えば、ということで核っていうのはもう本当に恐ろしいから、これなんとか冷戦を終わらせてほしいという思いを持っていて、89年90年という時代が来た時にものすごい歓喜したわけですけれど、多くの人がもう冷戦時代のロジックを知らなくて、知らないんですよ、うちのスタッフもみんな分かんない、そしてポスト冷戦世代なんですね。でポスト冷戦世代って言ったって、実際には核ミサイルの均衡っていうのは、核ミサイルというこれ物理的な株構造は全くそのままなのに、それの上に乗っかっていた、だからみんな緊張感を持って、万が一にも撃ち合ったり紛争しちゃってエスカレートしないようにしようねっていう、この辺りの、まあ、総合核処破壊戦略であり、それをめぐって普通の文化人でもですね、核 の戦争は絶対やっちゃいけないんだよっていうことであったりすることが薄れてしまって、でこの辺でごちゃごちゃやってる戦争があたかもですね、
あの大国間、もう日本と中国なんか大国間同士ですから、うん、そこでも可能であるかのようなことを言い立てるわけですよ、うん、それはもうね、冷戦の記憶がなくなってきてる。冷戦の現実は変わんないのに、うん、あのミサイルはあるのに、うん、核ミサイルはあるのにということをね、もうだからやっぱり冷戦を知っている柳沢さんは冷戦の時代、うん、ど真ん中で防衛管理をやられてたわけじゃないですか、うん、ね、あのその時にはソ連のミサイルは、うん、核を搭載したソ連のミサイルが、まあ、中国のミサイルも、うん、こうずっと対峙してたわけですよね。その緊張感みたいなものをなんかこうあるのにね、今も現存してるのに、今の例えば官邸なんか、うん、すっかり失せてんじゃないかと、何してんだ一体というふうにちょっと思わざるを得ないんですよね、うん、まあ、当時のね、あの重苦しい雰囲気から解放されたい気持ちはあるんですよね、うん、もうあの冷戦という現実はなくなってるわけですから、うんうん、でまあ、考えてみれば私は現役の防衛官僚の時にね、うん、核戦争なんかないなと思ってたんです。ああむしろ日本が戦争になることはないという思いの方が強かった、ね、うん、でなぜかそれはね、アメリカとソ連が対峙してる、日本が最前線にいる、だから日本に手を出すことはアメリカに手を出すことと同じになって、結局最後は核の打ち合いになって、それは両方望まないから、うん、そういうふうにはしごがつながっていくから結局戦争はないなということでなんとなく納得できていたんですね。で、それが今どうなってるかっていうことを考えなきゃいけないので、 でそこはね、お互いやはりその、アメリカ、中国、ロシア、そういった国がね、その核を撃ち合うような戦争っていうのはそれは誰も考えてないと思うんですね、うん、そうするとね、逆にその今いろんなあちこちきな臭くなってるのは、どうせそういう戦争にならないんだからちょっとぐらいやってもいいんじゃないかという、そういう形ですよね。で、うん、問題はだからそうなのかもしれないんだが、うん、そしてそれはその一方で、なんていうんですかね、その日本も戦争終わって70年経って戦争経験、私も戦争終わって生まれた世代ですからね、戦争の惨禍を経験している人たちがどんどんフェードアウトしていくわけですね。だ、戦争だけはダメだよねっていうね、日本人のもうその共通したアイデンティティが それを担う実感を持った人がいなくなってくるわけです ね、 そうですよね、本当に年寄りばっかり増えていくけど私のね、でも我々は戦後世代ですからね、うん、だからでそうすると限界がある。その問題は、まあ、じゃあ核の打ち合いにならない範囲なら多少やってもいいよねということが、うん、あったとしてね、それ以上核の打ち合いにならないってことを誰が担保してくれるんですかっていうところが、そこを誰も考えてない。考えてないですよね。だからまあちょっとぐらいいいよねっていう、なんかちょうどね、そのどうせ大変な喧嘩になったら親や先生が止めてくれるからいいよねっていうね、うん、子供同士の喧嘩みたいな論理で終わっちゃってるんじゃないかなと思うんですね。終わってんですよね。でそれは素手で喧嘩するって話だけど、うんうん、でも核兵器っていうのは、まあ、言ってみれば一発必到の殺傷能力を持った、うん、まあ、あの拳銃を子供が持ってるような状態ですよね、うんうん、拳銃っていうかもう本当にダイナマイトで教室ごとなくしようって話してさ確かに、うん、でもそんなものを持っているよってことを誇示し合いながら、うん、絶対俺たちは揉めないようにしようねっていう話だったのに、まあ殴り合いぐらいいいじゃないかぐらいになって、うん、だから核っていうのはね、本当にもうそのもうとにかく人類が生み出したその一番大きな悪なんだけれど、まあ、それによって戦争が自制されてる限りにおいてね、そういう役割はあるんだなっていうのが冷戦時代の現実だったんですね。そうですよね。これを徹底的に叩き込まれたし、うん、で多くの人も徹底的に理解したと思うんですよ、うん、それがやっぱり忘れられてる。でそれがね、その、うん、オバマさんが去年ね、大統領のレガシーとして核の先制不使用を宣言しようとしたら、うん、日本も韓国も反対したと。それは抑止力が落ちるって。だけどね、それってその何て言ってんだ、その抑止力で守られてる以前にそもそも核使っちゃいけないっていう、うん、そっちの規範を一般化することの方がね、重要ですよね。もっと大事だし安心できるはずなんだけどね、うん、だからそこのとこでも日本の
発想自身もね、うん、おかしくなってる、うん、広島の原爆ドームでオバマさんが行ってね、あそこにね、その安らかに眠ってください、過ちは二度と繰り返しませんからって書いてあるんですね。で、しかし一方でね、アメリカの核の抑止に依存してるということは、いざとなったら核を使えとアメリカに要求していることなんですよね。そうですね。過ちは二度と繰り返しませんっていうのは、うん、あれはどういう意味なのと、うん、日本の上に落ちなければ過ちとは言わないのかって話になっちゃうわけで、うんうんうん、だそこでもその唯一の被爆国としてのね、うん、その歴史的な積み重ねっていうのはもう全く忘れ去られてるということですね、うんうん、でそれはその単に